マクシミリアン・マリア・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの主タンデス・ヘル。トゥルン・ウント・タクシス公。全名は、マクシミリアン・マリア・カール・ヨーゼフ・ガブリエル・ラ・モラル。トゥルン・ウント・タクシス公聖師・マクシミリアン・アントンと、その妻で、バイエルン公、マックス・ヨーゼフの娘であるヘレーネの間の、長男として、ビュルテンベルク王国、立ィッシンゲン郊外のタクシス城で生まれた。母方のおばは、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世の皇后エリーザベトである。1867年に父を亡くすと同時に、わずか5歳で、高下の聖死とされ、家督の後継者となるべく教育された。1871年に、祖父マクミリアン・カールが死ぬと、その後を継いで9歳で、表向きのトゥルン・ウンとタクシスケの当主となったが、指定は成人するまで、母、 ヘレーネの貢献家に置かれた。カールフォン・ガイアーシュレッペンブルク男爵の監督下で教育され、公立の義務なジウムには通わずに、家庭教師から勉強を教わった。1880年の秋より、ボン大学、シュトラスブルク大学、ゲッティンゲン大学において、哲学、法学、国民経済学を学んだ。幼い頃から、乗馬や資料を好み、また芸術や、 諸学問にも通じていた。彼は、自家の文書記録係たちに、一定の学問的水準のトゥルンウント・タクシス家の歴史を執筆するように命じている。1883年の24歳の誕生日と、同時に、名実ともにトゥルンウント・タクシス家の課長となった。課長就任に際し、レーゲンスブルク氏とその周辺部の貧民たちに、多額の寄付金を送り、 また同時に本邸であるザンクトエメラム、修道院宮殿を増改築し、旧修道院の一部を取り壊して、ネオルネサンス様式の難翼を築かせた。1885年、ウィーンにギリノージのフランツ・ヨゼフ皇帝を訪問し、津軽の来鳥をプレゼントして帰った際に、重篤な病に倒れた。この病を押して、宮殿内の図書館の改修工事を監督したが、 幼い頃の昇降熱の後遺症で心臓が弱かったこともあり、心臓麻痺により23歳で死去した。意外は、ザンクとエメラム修道院宮殿内の墓所に葬られた。彼が始めたザンクトエメラム修道院宮殿の改築事業は、後継者たちによって完成され、ドイツ史上の重要な記念建造物と評価されている。未婚で死去したため、 当時17歳だった弟アルベルトが家督を継承した。ありがとうございます。